スティーブ・グロスマンは、アメリカ・ニューヨーク生まれのフュージョン、ハードバップのサックス奏者。スティーブ・グロスマンは、マイルス・デイビスのフュージョンバンドにおいて、ウェイン・ショーターの後釜となった。その後、1971年から1973年にわたって、エルヴィン・ジョーンズのバンドに在籍した。1970年、1981年に2度、日野輝正と、1980年11月から1981年1月に菊池正明と1970年にチックコリアと1974年にリジー・リースと1990年にルネ・ユルトルジェと1998年にミシェル・ペトルチアーニと2000年にジョニー・グリフィンとレコーディングで共演した。1975年には菊池正明、日野輝正率いる東風の日本ツアーに参加し、ツアーの合間に新宿ピットインなどでも演奏した。また1986年1月、1987年1月、2014年10月に来日し、東京のジャズクラブサムデイで各1週間及び全国ツアーを興行した。マイルス・デイビス・エルヴィン・ジョーンズ・日野輝正・中村、輝夫・菊池正明その他。ありがとうございます。